6世紀初頭北義は中国の南北朝時代に先碧族の拓松氏によって建てられた国。前進崩壊後に独立し、家北を統一して、五個十六国時代を終焉させた。国号は義だが、戦国時代の義や三国時代の義などと区別するため、通常はこの拓松氏の義を北義と呼んでいる。また三国時代の儀は、宗氏が建てたことからこれを、 宗隆氏と呼ぶのに対して、卓抜氏の儀は、その官風性である、元氏からとって、元儀と呼ぶこともある。さらに、国号の由来から、宗隆氏のことを前儀、元儀のことを後儀と呼ぶこともある。先碧の卓抜部では、三国時代の261年、卓抜緑尾が宗隆氏に対して、長考を行っているが、このことが後に国号儀に定める由来となった。 宅抜部は、その後午後十六国時代に台を建てた。台は八種十四年続いたが、三百七十六年十二月に、宅抜重6の時に、全身の府県に滅ぼされた。この際、宅抜重6の孫の宅抜慶は、母と共に、母の出身部のガラン部に逃れ、さらに、全身支配下で大国先部を統治していた、独孤部の劉倉人の下に身を寄せた。 その前身が383年10月の翡翠の戦いで、闘神に大敗を起死して弱体化する。384年10月に、リュークラヒトが死去すると後継者争いが起こり、宅松慶はまた、ガラン部に逃れたが、前身崩壊による諸民族自立の波は北方にも波及し、386年1月に、ガラン部の衰退を受けて、牛川で大王に即位して、東国と、 剣元氏4月には、義王と解消した。これが、北義の建国である。しかし、建国当初の北義の支配権は、政学を中心とした限定的な地域だけで、かつての大よりその勢力は、弱小な小国に過ぎなかった。北義は当初、五円と同盟を結び連携して387年7月に、 劉ヒトの後継者、劉ンを破り、391年12月には大の丘陵西部を統治していた劉シンを滅ぼし、さらに前後して、従前や皇者などにも攻勢に出て、オルドスからモンゴルに至る地域の大半を支配下に置いた。しかしこのような急速な勢力拡大はアトエンと衝突することになり、北儀がアトエンと対立していた西ツバメと同盟を、 結んで敵対した。西燕が394年8月に後燕により、滅ぼされると、395年5月に後縁、皇帝母用水は、後退し母陽宝に10万の軍を預けて、北義を攻撃させ、対する北義はオルドスまで後退して退治し、11月に、現在の山西小春高県の三号包みの戦いで、後縁軍を壊滅させて、 ご縁との力関係を逆転させた。396年3月に、母養水の犯行を受けて、平次郎を失い敗退するが、4月に母養水が急病により沈没し、母養宝が後を継ぐと後縁は、皇族の内紛などで急速に弱体化したため、6月に北義は市、高安し上谷を奪取し、9月には、平州を平定した。 東方においては後園の本拠地とも言える紀州に、信仰して、定山を奪い、後園の首都、中山や新と行を除く地域も制圧した。新都は397年1月に陥落させ、中山は後園の内墳で母用宝の弟、母用林が自立していたのを奪って、今日も398年1月に平定して、後園から郊外北の地をほぼ奪って、中原の支配者となった。 2月に後園より中山を攻撃されるが撃退した。こうした勢力拡大を背景にして、宅松系は7月に平城に遷都し、12月に皇帝として即石道部帝となった。同部帝は、母養水時代の後燕における肝人知識人の迷信を用いて、国家体制や支配制度の整備に尽力し、これまでの国王朝が中原を支配するとそちらに、 戦とした例を発揮して、平城にこだわったのはここを中心とした、牧畜地帯に基盤を置いて、中原の農耕地帯を支配する体制を取るためで、道、武帝の時代に、北儀の基礎は確立された。その後、北儀は後縁や分裂して成立した南縁に圧力をかけ、五縁滅亡後に成立した北縁に対しても圧力をかけた。また当時、 北儀と同様に勢力を拡大していた後ンとも衝突し、402年5月に五進軍により、平洋が攻撃されたので、北儀は道武帝が申請して、芝壁の戦いで五進軍を撃破した。しかし当時の北儀には後ンを滅ぼすまでの力はなく、407年に和睦した。道武帝は、こうして勢力を大幅に拡大したが、四百九年十月に、 次男の卓抜将に殺害された。同、武帝の死後、長男の卓抜継は、卓抜将を殺害して即位し、名元帝となった。名元帝は、後者や従前に攻撃をかけ、さらに、北縁、南縁、五神、夏と対立した。しかしこの頃、江南の東神では竜遊が政権を掌握して、強大な軍事力を有するようになっており、410年に、 南縁が417年に後進がいずれも流遊により滅ぼされたため次第に北魏は闘進いわゆる江南との対立が鮮明になった明元帝自身はあまり積極的な勢力拡大を行わなかったが施設が2度にわたって捕獲された北縁とは416年から交戦しまた夏とも西畑と連携して戦っている423年11月に 明元帝は死去した。明元帝の死後、長男の宅伐等が即位し、大武帝となった。この頃になると、河北で北魏と軍事的に対抗できたのは、夏だけだったため、大武帝は、こうクリアそうと、頻繁な外交を展開した。夏は425年8月に、始祖の赤レンボツボツが死去すると急速に衰退し、426年10月に、大武帝は、 申請して、夏の首都と満場を陥落させた。赤ボツボツの後を継いだこの赤マ政は428年2月に、上に逃れるが北儀に捕らえられ、弟の赤蓮帝が平良で即位したが、430年11月に北儀に追われてやはり上に逃れた。そして431年6月、赤蓮帝は豊翼魂に捕獲され、 北儀の首都平城に連行されて処刑されて滅亡した。夏の滅亡により、残るはあと、阿池、北園、北陵だけとなる。しかしこれらは、南朝の層と連携して、ようやく北儀と対抗できるに過ぎない小国であり、436年4月に内紛で弱体化していた北園を滅ぼした。北陵は、早くから北儀に従属し、 婚姻関係を結ぶことなどを通じて密接な関係を維持していたが、439年9月に大武帝自らの申請で北領を滅ぼした。これが北魏による河北の統一と言われているが、実際にはまだあと、阿大家が残存していた。その後阿大家も442年に北魏により滅ぼされ、ここに北魏は前、朝の成立から約150年にわたって続いた。 河北の分裂を収集して、統一政権を樹立した。これ以後、中国は南北朝時代に入る。北義はそれまでの部族性を解体し、貴族性に基づく中国的王朝に改変していった。北義の河北統一により民は440年代を境に減少し、北方移民族からの移民も450年代を境にしてほとんど見られなくなり、河北社会は安定した。 この頃、同志や田賢治が、同教教団を確立し、肝心官僚の蔡広氏と結んで、大部帝に進言し、廃物が断行された。これが三部一州の法難の最初のものである。蔡広氏は南朝をモデルにした、貴族社会の創設を請求に推進し、さらに、戦費と漢族の融合を目指して、肝化政策を推し進めたが、国士編纂において、戦費族を怒らせた結果、 450年に中殺された。第六代皇帝の高文帝の時代、氷太号の調整の下で、儒教的霊性を採用し、近伝性を施行し、三調制を確立した。氷太号の死後、申請を開始した高文帝は、さらに急激な勘化政策を進めた。高文帝の勘化政策は、戦費の服装や言語の使用禁止、 漢族風一時制の採用など、いずれも、戦費と漢人の融合政策だったが、戦費人の国粋的反発と反動を呼び起こし、後の六鎮の乱の伏線となった。493年、と、平城から落葉に移した。その後の北には、六鎮の乱を経て、軍人の力が強くなる。建国から約150年後の A 広四年間に、交換と、 ウブン・ヤス氏により別々の皇帝が擁立されて、陶儀と正義に分裂し、孔子の北西とウブン氏の北州がそれぞれにとって変わる、ことで滅んだ。雲光石窟三代、大武帝による廃仏の後、歴代の皇帝は仏教を厚く信奉し、5世紀末から6世紀初めには、雲光や龍門といった巨大な石窟寺院が開かれ、東大と並ぶ中国仏教の最盛期を迎えた。 第四大文制定が、創刊、ドニオーの権限によって、平城近郊の岩場に建立した、いわゆるドニオー悟空では、肉体や衣服の表現にガンダーラグプタといったインド仏教美術の影響が色濃く残っている。石窟寺院では、洞窟の内部に仏像や仏塔を掘り、周囲を壁画やレリーフで装飾する。 ガラン形式が広く流星し、仏教文化は中国に広く浸潤していくこととなった。第六代公文帝は、落葉に遷都すると急速な、寒化政策を推し進め、落葉郊外に、流門石窟を造営した。流門石窟には、北義大のものと東大のものが存在するが、北義大のガランであるマレびと洋中道では、寒風の伝統がおもんじられ、細く切れ長の目やなで型、 首のたるみなどといった象徴主義的な表現が見られるようになる。写実性を排した中国風の仏像はここに完成を見、広く東アジア諸国に伝播していった。日本ではこの様式を特に北斗様式という。北斗と日本文化との間には数多くの関連があることが指摘されている。北斗には113の州があり、州のもとに軍があり、軍のもとに県がある。 北義宗室の本来の姓は、卓抜だったが、高文み三の管轄政策によって、勘風の姓、元に改めた。大祖堂、武帝。大野宗明限定製祖、大武帝、南安院王、高層文、制定県祖根、文帝高祖高文み帝よ、宗乗武帝、縮宗公明帝、軽宗公、宗帝東海王節便帝、全廃帝安定王。 ご配帝531年10月に公館に擁立されて即位。ただしその時には南寺主度律らによって養せられた伏死瓶三がまだ在位し、さらには南朝張に公演された元越も皇帝を称していたので公館が北義の実権を握って伏死瓶三と元越の定位を消滅させる翌年4月まで北義には3人の皇帝が並び立った。後武帝。 で帝534年7月に洛陽を脱出して、長安に入り、10月に洛陽で交換が、皇帝帝を即位させたため、北魏は二つに分裂した。また、以下の人物は小屋弟が皇帝に即位した際に、追巫ことされた。卓松主継図、東国皇子天教典玉物栄光神髄大常氏、光審、延べ、数太し述太平神君。 昌平城兵一説に、永平公安教皇、田安は平天安公教のべ教、照明体は影明聖氏永平延章広平、仁気正光高奈武康、安氏立樹永安、県名二中公、大野正江公営広司。ありがとうございます。